ノイアスナリの毎日が有給休暇。はい、では今日も見ていきましょう。本日はこちらです。お客のニーズに合わないものは自己満足に過ぎないということで、うん、どうでしょうか。どうですかね。これは相手中心で考えるいいですね。この仕事、我々仕事はですね、あの私が思うにはですね、2つの評価があると思う。1つは相手からの。あ、いいですね、相手からの評価。もう一つは自分の評価。そう、自分の評価。自分の評価と相手からの評価の、私この2つがいると思うんだよね、はい、自分がいてお客様がいて相手がいて、ね、我々の仕事ってこのベクトルなんですね。でいい仕事をしてる、要はいい仕事をしたかどうかっていうのの、まず最初に重要なのは、普通人間はですね、主観なんですね。主観的にいい仕事をしなきゃな、自分がいいと思わないものを相手に勧めてもダメだし、ね、自分がそもそもいいと思ってる仕事なのかどうなのか、これ大事なんです。主観として良い仕事を本当に自分はしているのかって問いかけがないといけない。この問いかけた時に、主観として自分は最高の仕事をやってるんだと自信を持って言えるのか、これが一番なんです。相手からの評価重要なんですけれども、まず一番大事なのは、自分自身が自分のことをよく分かってる。自分が手を抜いたってことは自分が一番よく分かってる。自分が手抜きしたのかどうなのか分かってるわけだから、自分が最高の仕事をしたかどうかは相手よりも自分の方が分かるわけです。そして自分が最高の仕事をしていると言える状態なのかを自分自身に問いかける。ここのプロセスでですね、最高だと、最高の仕事をもう全力でやってるんだと思えなければ、2番目、これは客観的評価ですね。客観的、お客様から客観的、客観的評価が高くなることもあるんですよ。いや、いい仕事してくれましたというフィードバックをいただきます。でもいい仕事をしてくれたというフィードバックがたとえあっても、上司から顧客、自分はですね、嘘つけない。自分がまず最高の仕事をしてたのか、ここをまず問いかけよう。いかがですか、渋谷さん。問いかけてますか、毎回。問いかけてこなくて。普通問いかけないんですよ。はい、なぜかっていうと、まあ当たり前の仕事は当たり前のようにやって、まあこれでいいかな。最高のものとして提出しない。まず問いかける。一番。次に今度問いかけた時に起きる問題が、ここが今度自己肥大化することってなんですね。今度自己肥大、自己肥大化してくると、これどうなるかっていうと、自分は最高のものをやってるんだって今度は発想なんですね。自分は最高のものをやってるっていうこの主観が大きくなった時に、この客観が見失われることがあるんです。本当に相手の望むものだったのか、自分自身の方の自己肥大化して大きくなった時には、俺は最高の仕事やってんだっていう傲慢さが出てきてしまい、わからないのは相手のせいだみたいなね、勢いで、まあ私なんかよく本書いてね、売れないじゃないですか、なかなか。なんだこれは、相手の理解力が足りないんじゃないかとかね、こう思っちゃう。分かんないのは相手の、もうなんでこれ理解してくれないんだろうとかね、こうなるわけ。でもこれは自分の説明能力だったんですよ。だって一番自分のことを理解してるんだから、じゃあ相手がもし分からなければ説明する能
能力が自分に足りなかったのかもしれない、それとも相手のニーズに根本的に外れてたのかもしれない。自己肥大化っていうね、自分を中心に考えた時の自己肥大化は俺は排除しないと。ただし一番最初のポイントっていうのは、主観として自分自身が最高の仕事をしてるんだって自分自身で思えるかどうか、ここをまずは問いかけていく。で、その後を陥る罠っていうのが自己肥大ね。相手が無視される、まずここ。まず最高の仕事を今自分がしてるか、この問いかけはですね、ぜひやってほしいなと思います。やってほしいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。